アガタヌシは、律令制が導入される、以前の大和王権の職種、姓の一つである。アガタヌシは、国造や友の宮津子の、宮津子よりも、古い、主の称号を持ち、名代、小城の姓よりも古めかしい奉仕形態を取るから、3から4世紀に成立したと考えられている。国が、日本資生成古代国家の行政目的で作られた、行政制度であるのに対し、 式は発生と発展がもっと自然の性格を持つ。危機によると、人武統制において、人武天皇に基準した弟、式を式屋型主に任じたと見える。式権は、演技式神明上の式水品諸義宮を中心として、設定されたと考えられる。式屋型主は、大王家との婚姻関係を結び、水税天皇以下6代に公費を入れたと伝えられる。 山と王権が直轄する地方行政区分の一つに県があり、県は国の下部にあった行政区分と言われている。ただし、古くは国と県を同列に扱っていたとする説もあり、古くはその地方の豪族が治めていた小国家の範囲であったと考えられる。しかしながら、その詳細は律令国が整備される前の行政区分であるため、はっきりとはしていない部分が多い。 アガタヌシは西日本に集中し、東日本には比較的少なかった。西日本にアガタヌシが多く設置された理由として、大和王権の支配が確立する時期が、大和武類の地統制の時代と遅かった東日本に、対し、大和王権の早期であるスジンテンに多くの国の宮津湖を設置した西日本では、豪族の支配地域を、 大和王権が掌握する支配体制の整備が早くから行われたためと考えられる。なお、機内のあがた主たちは、神武天皇朝の早期から設置されたが、式季県主、かぎの主殿県主、宇田県主のように、先住士族をあがた主に任命したものと、春日が県主、ひぬの県主のように、神武統制の随行者をあがた主に任命したものがある。 発色の性の導入や立令制度が導入された後も性自体は存続していた。近代でもあがた主が使われている例があり、主要な例に鴨神社の鴨モ種家などがある。ありがとうございます。